所要があってマラッカまで来たので、 Google マップで調べたオランダ料理屋に来てみました。ここは12時オープンなので少し前に来たんですけれども、入れてくれません。たった5分なのに入れてくれればいいのにね。これがメニューです。ウェイクデーランチ、ランチ、ランチ。今日はこれだね。コースメニュー。お店がオープンするまで近所のケーキ屋さんに入ってみました。ここのケーキ屋さんめっちゃ美味しそう。本当に頼みたかった。どれ見ても美味しそう。ただ開店したばっかりみたいでお客さんもほとんどいなかったので、お姉さんがいろいろ教えてくれたんですけども、いやこれ食べたらお昼食えなくなっちゃうなと思ったんで本当に我慢したんですよ。12時になったのでお店に入りました。席に案内していただいて、待望のオランダ料理が食べられるかなと思います。ランチのメニューです。実はこのメニュー見てて、オランダ料理っていう感じがしないんですよね。普通の洋食なんですよね。そして店員さんに聞いてみたら、オランダ料理ありません、うちは普通の洋食屋です。だって僕は何をしにここに来たんだろう。残念。気を取り直してポルトガル料理を食べに来ました。字消えてるけどポルトガルって書いてあると思います。元ポルトガル領に来ました。これからポルトガル料理を食べに行きます。その前にイエーイ、ちょっと早いのか、まだ分解が進みません。この日は暑かったのでビールでも飲めればいいなと思って、ここの中の空いてる店を探してみます。
クロス。オープンナイトタイマー。ダメですね。12時からやってるって書いてあったんだけど。ここが目的のお店です。残念、ここもやってませんでした。車で今度はオランダ広場までやってきました。オランダ広場周辺の地図です。こんな感じです。どこですか？何の変哲もないただの噴水。これが撮影スポット。オランダの名残がどこにあるのかがちょっとわからない場所ですね。なんかあそこにハードロックカフェあるぐらいだから、オランダ村って言ってもハードロックカフェ。じゃあみんなここで写真を撮ります。写真撮ります。これをしばきっと食べられない。この風車だけがオランダって感じですね。他は全く分かんなかった。ジョンカー通り入ってみます。ここマラッカはユネスコ世界文化遺産に登録されてます。少し歩いてみます。新しいものちょっと何かあるかな。マラッカらしいもの、キットカット。違うか。マラッカらしいもの、でかいパオ。これもちょっと違うな。マラッカらしいチョコレート。あ、これね、マラッカの名物なんですよ。パイナップルのお菓子。これはもう本当にマラッカの名物料理です。
何にもないです。吉祥がありました。すごい。1911年からもう今日は休みです。なんか面白そうな建物があるから入ってみます。めちゃめちゃ立派な建物のお土産屋さんでした。オールドショップ入ってみます。This is a durian. Durian mango avocado tree flavor. Oh, ice cream. Ice cream.この地に来させていただいたのでちょっと手を合わせてきます。はい、マラッカの旅でした。